速稼塾の久保です。ミスター M さん、この度はですね、あやさーちゃんのチャンネルをね、紹介なのかな、あやさーちゃんに紹介されたよという紹介の動画ですね。156話ガチンコマッチョクラブなんですけども、やっぱりね、私手前味噌なんですけども、速稼塾でこのね YouTube をやっていてよかったなと思うのは、私チャンネル登録が1万1000もうすぐ500人なんですけども、まあ1万人以上のお客さんじゃない、あのチャンネル登録の方がいらっしゃるんですよね。でそう考えると、私の住んでる町が全世帯408世帯ということなんで、私の町よりも断然大きいわけなんですよ。私の生活圏以上のボリュームを持ってるこの YouTube チャンネル、1万1000もうすぐ500人という1万人以上の、ね、チャンネル登録なんですけども、この中でね、お互いの紹介試合とかお互いの応援試合がこう巻き起こってるっていうのが、まあ、私のね YouTube チャンネルの持ち味、速稼塾というもののくくりの持ち味なんじゃないかなと思うんですよ。いや、私ずっとねこういうことをしたかったんですよ。自分の私のね、1万人に対してセールスばっかりするっていう方法もあるんですよ。こんな商品作ったんで買ってください、こんな人がいるんで買ってくださいみたいな方法もあるんですけども、そうじゃなくてね、こういうビジネスガチガチの時代は私も終わったんで、そうじゃなくて、こっちの YouTuber さんとこっちの YouTuber さん気が合いそうだなって方をこうコネクトしていく、つなげていくってことによって、励まし合いとかね、高め合いとか学び合いっていうのが起きる、まあ、これが私の速稼塾の醍醐味だと思うんですよ。でまさにですね、この YouTube チャンネルを開設してくださって皆さんが、まだチャンネルがね20人30人って方もいらっしゃるんですよ、ね、でそういう方が例えば3000人の YouTube チャンネルで紹介してもらうと、モチベーションにもなるし恩返ししたいですよね。でそこが大事なんですよ。少ないチャンネル登録100人前後だとしても、そういう人がねやっぱりこう3000人5000人のチャンネルを紹介することによって何が起こるかっていうと、こちらの数十人、百数十人っていうね、100人前後の方の中でも、こっちのビッグチャンネルをね知らない方もいるんですよ。でそうするとね、2つのファンになっていただくっていう関係ですよね。そしたら今度はお互いにまた励まし合い、応援し合いができると思うんですよ。で、特にね今回あのガチンコマッチクラブのミスター M さんね、生活保護ではないにしても、もうホームレス生活の非常に厳しい時代をくぐり抜けてきたわけじゃないですか。そしてあやさーちゃんも生活保護になったんだけども、生活保護の、ね、不具合に気づいて、やっぱ自力で生きていくんだってことで、生活保護をね抜け出してっていうか、自分の望む方向に行ったわけなんですよね。でお互いなんかこのトンネルを抜けたっていうところでは、ものすごくねこう共感するところがあるんじゃないかなと思いますし、もうもちろん私もなんですけど、私もニッチもサッチもいかない状態から、これ YouTube に出会ってね、7年前に YouTube に出会って、40を過ぎてからでも、まあ、いろんな突破口を作れていけたのは、まさにね YouTube で出会った人のおかげでもありますし、まあ、直接は交流しなかったですけども、私が見せていただいた有名 YouTuber さんのこうね、活躍だったり活動だったりするのかなと思ったら、私たちがね誰に励まされるかっていうと、まあ、映画ですとか俳優さんとか有名人もあるんですけども、普通の人が、普通の生活の中で特別な頑張りをねしているところに、あ、自分でもできるんじゃないかなっていう風な励ましがあったりとか、あなたにもできるんですよっていう励ましが与えられたりとか、まさにねあのギブ&ギブがそこに成り立つのかなと思うわけなんですよね。ミスター M さん、今回も動画を作っていただきましてありがとうございました。もうあやさーちゃんといえばね、私もね肝入りの、もう何度もお会いしてね、もうお子さんとも関わらせていただいて、もうあやさーちゃんファイトなわけなんですよ。で今回半年ぐらい前でしたかね、ミスター M さんに出会って、ミスター M さんも私も肝入りの、もう大好きなね、私がミスター M さんのファンなわけですよ。っていうことは、私が応援するこの2人がまた出会うことによってね、花屋龍馬さんっていうのもいらっしゃいますし、まあ、山根さんっていうのもいらっしゃるんですけども、とにかくね、あのなんていうんですかね、もう私のこの YouTube チャンネルの中でいろんな方が交流していく、その様を見るのっていうのは、私自身にも対してもものすごくね、希望が持てる励みになると思いますので、逆に私が教えられるみたいなことが起きております。本当にありがとうございます。これからもね、あやさーちゃん、そしてミスター M さん、その他さまざまなね YouTube チャンネルをされてる方、最近でしたらねノックさんっていうのも出てきますし、キダニックさんとかもいらっしゃいますよね。で C の木安原くんは相変わらず、自己アフィリエイトで稼ぐ方法をね教えてくださってるんで、すごく参考になるわけですけど、こういうふうなたくさんの持ち味を作った持っている方がね、一つの世界を築いている、本当に素晴らしいことだと思います。これからもよろしくお願いします。それではマッチョになりたい。